2012年に公開した映画霧島部活やめるってよ。第22回小説スバル新人賞を受賞した浅井亮の同名小説をふぬけども悲しみの愛を見せろの吉田大八監督が映画化した青春群像劇。とある田舎町の県立高校映画部に所属する前田亮也はクラスの中では地味で目立たないものの、映画に対する情熱が人一倍強い人物だった。そんな彼の学校の生徒たちは金曜日の放課後いつもと変わらず部活に励み、一方暇を持て余す帰宅部がバスケに興じるなどそれぞれの日常を過ごしていた。ある日、学校で一番人気があるバレー部のキャプテン霧島が退部する。それをきっかけに各部やクラスの人間関係に動揺が広がり始めていく。運動部と文化部どちらにも所属しない帰宅部とで生活も価値観も異なる現代の高校生事情を背景に、高校生同士の心のすれ違いを繊細にスケッチ。吉田監督は時にユーモアを織り交ぜながら大人の観客に青春時代を思い出させるほど切実なドラマに仕立てた。バレー部のエース霧島が突然退部したというニュースに騒然となるとある高校を舞台に、生徒たちの間に動揺が広がる中で次第に浮き彫りになっていく学園内の複雑な人間関係を、不在の霧島に振り回されるそれぞれの人物の視点から重層的に描き出した青春群像ドラマ。